わからん。どうした急に、ほぼ使わない表情差分まで使って。それはあんた次第でしょ。用語がわからない。作中に登場する作中だけで使う用語が全くわからない。うぷ主もなんかしれっと使ってるけど素通りされてわからない。わかんないわかんないわかんないよ。もしかして串川鳩子さんですか？まあでも霊夢の言い分もわかるけどな。私たちは知ってるからそれを前提に話を進めてるところも多いし。もちろん解説の本筋ならするけど、細かい用語までは素通りすることもあるからな。ちょっとは初見さんに寄り添えこのキメラ。そんなんだから視聴者にマンネリって言われるのよ。言ってはならないことを。仕方あるまい。ならば、用語の解説もしてやろうか。大丈夫なのかね。このままじっとしててもどうにもならねえ。ウルトラマンジードの用語解説。まずはオメガアーマゲドン。ウルトラマンベリアル率いる軍勢と宇宙警備隊の全面戦争であり、あらゆる宇宙を巻き込み行われた。戦いは熾烈を極めて、最終的にゼロがベリアルに敗北。地球を中心に宇宙崩壊が引き起こされそうになった。だが駆けつけたウルトラマンキングが宇宙と一体化することで傷を修復。ベリアルとその配下は消息を絶ったのだった。結果的に痛み分けって感じかしら。どっちかというとベリアル側に分がある痛み分けって感じなのぜ。この戦争によってウルトラマンキングの力は宇宙にちりぢりとなって消息を絶ち、ゼロは負傷によって活動時間に制限がかかるようになったからな。ほぼ勝ち逃げじゃないのよ。テラーザベリアル、オメガアーマゲドンの時にベリアルが率いた軍団の名称だ。ただ名称だけは分かってるが構成員の詳細は不明なんだがな。ケイやダークネス5もいるとは思うがこれといった言及がないのぜ。クライシスインパクト、ベリアルが超時空消滅爆弾を起動したことで起こった宇宙崩壊現象だ。爆弾起動後地球は崩壊し、さらにそこから宇宙全土まで広がった大災害。その威力と規模にウルトラ戦士はなすすべなくただ崩壊を見ていることしかできなかった。まあ結局キングの力で事なきを得たわけだが、でもなんでベリアルはこんな危ない方法を取ったんでしょうね。下手すら自分も死んでた可能性あるのに。単に自分は生き残る手段を確保していた。ウルトラマンが守ってきた地球を破壊して光の国への復讐を果たそうとした。もしくは後々の計画遂行のためにどうあがいても障害となる存在。ウルトラマンキングの無力化とか色々理由はあったんだろうけどな。実際宇宙崩壊を防ぐためにキングは自分の身を犠牲にしてるしな。そう考えるとやっぱりベリアルの目的達成してて勝ち逃げなんじゃないのこれ。ところでこのオメガアーマゲドンとかっていつ頃起こったの？書籍によっては6年前だの100年前だの言われてたが、少なくともライハが生まれた19年前の時点でキングが宇宙に散っていたことから、最低でもそれ以上前に起こったことであることが判明。そして超前週に記載された情報で数十年前に起こったことだと確定されたぞ。自動詞の情報を当てにしてはいけない。これ特撮ファンの常識。ウルトラカプセル、オメガアーマゲドンの際に長期化する戦いに終止符を打つため、光の国で開発されたアイテムだ。今日も今日とて重労働な光博士。歴代ウルトラマンの力を宿したカプセルであり、2個のカプセルを使ってジードは変身する。1本でも戦況を変える力があるとされていたが、結局使用されることはなかった。というか実戦投入される前にクライシスインパクトが起こったのぜ。しかもこのドサクサに紛れて光の口にから盗まれるという事態にまで発展。相変わらずのガバガバセキュリティ。オメガアーマゲドンで出払ってた可能性もあるから。ジードライザー、カプセルをセットする黒い装填ナックルと読み取る赤いスキャナー。この2セットを合わせて故障されている。ナックルにカプセルを2本セットしスキャナーで読み取ることで変身。これもまた光の国で開発され後に盗まれている。ちなみにナックルにて襲えると通信機としても機能するのぜ。劇中では3機が存在しており、陸、ゼロ、系がそれぞれ所持してるのぜ。それまでウルトラマンが変身するアイテムの模造品を使用する敵はいましたが、全く同じアイテムで変身するのはこれが初の事例ですね。光年も含めるとゼットライザーもそうだけどな。なおジードライザーと呼称されるのは基本的に陸の使用するものだけで、他のは単にライザーとだけいう場合が多い。というかライザーって変身用っていうより強化変身用って感じですよね。ジードも本来の姿に他のウルトラマンの力を重ねがけしてる感じですし、ゼロやベリアルは強化形態に変身してますし、あとライザーはどうもウルトラマンの力がなければ機能しないようで、これが終盤の展開の重要なポイントになっていた。続いて怪獣カプセル。ケイやベリアルが使用する怪獣の力を宿したカプセルであり、いわばウルトラカプセルの怪獣版だな。あっちは白かったけどこっちは黒いのね。単体でリードすると対象の怪獣を召喚することが可能だ。そして2種の怪獣カプセルと読み込むと自身を怪獣に変化また波強化し、ベリアル融合獣と呼ばれる混成怪獣が誕生するのだ。フュージョンライズ、2体のウルトラマン、また歯2体の怪獣の力を合成し強化することだ。自分自身と合わせて3体分の力が宿っていることになるな。前作のオーブのフュージョンアップのジード版って感じなのぜ。どうでもいい場合も変わらずゆっくり音声で冬が発音できない悲しみ。続いてベリアル融合獣、2体の怪獣とベリアルの力が融合した合成怪獣で、ジードのオリジナル怪獣枠だ。劇中では主にケイが変身してたが、ベリアルも単独でキメラベロスという怪獣に変身したことがあるぞ。変身にはベリアルの持つ怪獣を操る力、
レイオニクスの能力が必要らしい。ケイが変身するときは一瞬だけベリアルに変身した後怪獣になります。なお変身に使用する怪獣カプセルは怪獣が倒され深刻なダメージを負うと、オーバーヒートを起こしてしばらく使用不能になる。とはいえ時間さえ置けばまた使用可能になるんだが。ちなみにウルトラカプセルと違い怪獣カプセルは出どころが不明で、カプセルに怪獣の力を込めるには散った怪獣の残滓を吸収する必要があることから、怪獣墓場で調達したのではという説が上がっているのぜ。星山市、陸たちの住む町で東京都にある、ストルム星人、ストルム星に住む宇宙人であり K の正体。だがストルム星自体はすでに何者かによって滅ぼされており、K はその生き残りだ。なお劇中 K は終始人間の姿だったけど、これが擬態なのかもともとこういう姿の宇宙人なのかは不明なのぜ。とはいえ描写的にもともとの方が有力だけどな。そしてそのストルム星人の持つ最大の特徴がストルム機関。周囲のエネルギーを反転する機能を持ち自分への攻撃を相殺することが可能。これを応用して障壁を展開することも可能だが、ストルム星人特有の能力なためかこれを使ったことでゼロに正体を感化された。この反転能力で正の力を負の力へ変換することも可能だ。とはいえ変換するのにも限界がありエネルギーが膨大すぎると、体調に異常をきたす危険があるのぜ。何よりこの機関は生命維持に重大な役割がある。ストルム機関を喪失した場合ストルム星人は数日で生き返るのだ。他にも超高速四年体通信という能力も持っており、宇宙にいるベリアルとタイムラグなしで会話を可能としている。だが通信の際は電波を発するためそれを解析されて、ベリアルの居場所を突き止められるという事態になったんだがな。ストルム星人ずさんすぎない？本人的には正体バレはそこまで重要なことじゃなかったのかもしれません。幼年気候者、宇宙にちりぢりとなったキングの一部であり、宇宙を循環し人間の体内に入り込んだ。それだけならさして問題があるわけではないんだが、ここで K が散布した物質。カレラン分子が重要になってくる。この分子は幼年気泡者を生命体の体内に留めておく機能を持ち、これによって幼年気泡者は光の塊となって集約される。要は髪を束ねるクリップみたいなもんだな。そしてこの光の塊は、リトルスターと呼ばれる、宿った生命体に特殊な力を与え、そしてその宿主がウルトラマンに祈ることで体から分離、陸の持つブランク状態のカプセルに力が宿ってウルトラカプセルが起動するんだ。宿主はリトルスターを宿している間は超能力を発揮することが可能で、起動するカプセルのウルトラマンに応じてそれぞれ差があります。例えばウルトラマンコスモスのカプセルを起動した際は、宿主はコスモス由来の治癒能力を発揮していました。また時間が経つにつれてリトルスターの力が強まっていき、宿主の手がアイスを瞬時に溶かすほど熱くなり、胸が発光するなどの変化をもたらします。超能力を得る。という点で言えばプラスに働く炎症だが、実際は持っているだけで怪獣や宇宙人を呼び寄せる危険があり、リクトライハが出会ったのも宇宙人がリトルスターを狙ったことからだしな。逆に宿主が絶望するとリトルスターの輝きは弱まり観測できなくなってしまうが、キンガマーケット、久米春夫が経営する駄菓子屋でリクのアルバイト先である、第1話のスカルゴモラの進行により店が大破してしまうが、ワゴン車での移動販売という形で営業を再開している。西雲荘、リクが住んでいたアパートでありその1階が銀座マーケットになっている。マンションの1階がコンビニになってる感じと似てるわね。銀座マーケットともども大破してしまうが、その後レムの案内で拠点となった天文台地下にある秘密基地に移動。リクが表札を持ち出したので以降はその秘密基地を西雲荘と呼ぶことになる。ちなみに西雲荘という名称はウルトラシリーズに何度か登場しているのぜ。ただこの秘密基地。元々の所有者は K なんだ。その真の姿は宇宙船、ネオブリタニア号。正式名称はテラーザベリアル第9方面宇宙軍所属第8等級戦列艦ネオブリタニア。なんか、全高45メートル、全長120メートル、全幅30メートルの巨大宇宙船であり、なんとマン23よりもでかい。巨大マンちっちゃくない？とはいえ宇宙船としての姿を見せたのはテレビ本編だと最終版、他だと劇場版や客演の際くらいだけどな。なお名前の元ネタは SF 小説レンズマンに登場する宇宙船ブリタニア号だそうだ。ジードはいろいろな SF 作品がモチーフになってるのぜ。そういう作品に明るい人はピンとくるものがあるんじゃないかな。なお宇宙船になるという案は一度は却下されたようだが、坂本監督が劇場版で出したいと希望し、それだけではもったいないからとテレビ本編でも登場したらしい。AID、異星人捜査局の通称であり、エイリアン・インベスティゲーション・ビューローの頭文字を取ったものだ。クライシス・インパクトの混乱で惑星の文明に干渉することなく、宇宙の秩序を取り戻す目的で他種族の宇宙人で結成されている。そのため存在自体が秘密裏であり、表向きはニコニコ生命保険という保険会社、エージェントもその社員ということになっている。さすがに外で活動する際は人間の姿に擬態してるんだが、組織内だと本来の姿に戻っていることがほとんどなのぜ。また組織の性質上戦闘は主軸ではないため武器はせいぜい護身用を持つ程度。とはいえゼナのように羊から戦闘に長けているエージェントもいるみたいだが。というよりも劇中に登場したエージェントの数が少ないから、あんまり概要ははっきりしてないんだけどな。とはいえリトルスターの研究や宿主の保護なども行っているみたいだ。爆裂戦機ドン社員、劇中劇のヒーロー番組であり、リクは今でも大ファンでグッズも集めるほど、リク以外にもモアなどの登場人物たちに愛される人気っぷりで、過去にはヒーローショーも開催された模様。リクも行ったことがあるみたいだが、周りが親子ばかりで馴染めず離れた位置で泣いていたところ、それを発見した
たドン社員が駆けつけて元気づけてくれたらしく、陸にとっては目指すべきヒーローの象徴になっているのぜ。メタ的なことを言うならフィクション内の登場人物だし、ヒーローショーのキャストもテレビのとは違う可能性があるけど、それでも泣いている陸を真っ先に見つけて勇気づける姿はヒーローそのものだ。この出来事は陸がベリアルの呪縛を解き放つきっかけになったぞ。ちなみに陸の決め台詞の一つであるヒアウィーゴーもドン社員のセリフです。さて、用語は大体こんな感じかな。結構多かったわね。まあ細かいとこまで言ったからな。それでは、ここからは各キャラの顛末を語っていこうか。もうここで終わってもよく。それじゃあやっていこうか。ぶった切りやがったわね。このチャンネルもワンマン体制に移行していってるんですかね。最悪そうなったら全員で転職だな。まずは鳥羽ライハから。この状況で話し続けるのか貴様。ライハは本編から6年前に怪獣災害によって両親を失った。だがそれは災害などではなく何者かが意図的に襲ったものだと知っていた。それは怪獣が人間の姿になる現場を目撃したから。当初はそれが誰なのかはわからなかったが、劇中の騒動でその正体がケイだと発覚。ようやく見つけた両親の仇に復讐心を燃やすライハだったが、どこからか聞こえた異言のある声によって制止された。加えて仲間たちの説得によりケイへの復讐心は収まり、以降は因縁の相手として認識はしても復讐に目を曇らせることはなくなった。その異言のある声の主ってのは、ご存知のチートジジイ、ウルトラマンキングなのぜ。実はライハの体内にはリトルスターが宿っており、しかもそれはキングのウルトラカプセルを起動させるリトルスターだったのぜ。ヒロインがまさかの一番強力な奴の力を宿してたけん。そもそも6年前の件もライハのリトルスターを回収しようとしたからだしな。ただ両親を失ったショックで輝きが小さくなってしまったわけだが、クールで厳しくも元来の優しさを見せるようになっていき、リクがベリアルによって闇に落ちた時もキングの助力で救い出すことに成功した。その後キングのカプセルが起動しリトルスターは失われたが、以降もリクたちと行動を共にし、最終決戦ベリアルと死闘を繰り広げるリクを見送った後、自分はケイの元へと向かう。両親の仇を取るためにライハにとっての最終決戦が繰り広げられ、見事ケイを討ち取り、その最後を見取った。決戦後も兄は父から退去すると思われていたが、本人的には今のところ出ていく気はないらしく、後日談の劇場版でも引き続き行動を共にしていたのぜ。チートの力を宿してたなら宇宙人とやり合える強さも納得よね。いや、それは 100% 自前だけど。戦うヒロインやべえな。さすが坂本監督の秘蔵っ子。なお劇場版以降はどの作品においても名前以外は登場してないが、父を出て行ったのか単に別行動してるのかは不明。ペガは特に語るべき顛末はないかな。陸の友人として支えたって感じ。だがジードのキャストの中では陸を除いて唯一客演しておるな。声優呼べばどうにかなるから使い勝手が良いんだろうが、の割にはレムは再登場してないけどな。喋ってないだけでネオブリタニア号のシステム管理で同行はしてるだろうけど。続いてイガグリレイト。当初ウルトラマンとして戦うことに高揚感と不安を同時に覚えていたが、ケイの策略にハマって一時ゼロを失った際に不安が一気に表面化し、一度は戦いを放棄してしまう。だが家族を守るためにともう一度立ち上がり、復活したゼロと再び一体化して戦線復帰。以降は頼りない部分はそのままだが、戦闘にも積極的に参加するようになる。ただし仕事中に介入されるのはやっぱり困る模様。本人的には意識してないだろうけど、リクにとって普通の父親像はレイトだろうな。どっちかというとアドバイス要員はゼロに取られてたけど。最終決戦前の作戦ではベリアルの弱体化には成功したものの、攻撃で瀕死の重傷を負い意識不明となっていたが、最終決戦でリクの覚悟に応える形で目を覚まし、無事ベリアルを倒して生還した彼に喜んだ。そして傷の痛みでもだえて妻に心配された。無理せんといてもその後はゼロと分離し家族で見送ったが、ちゃっかり眉を娘にしようとするゼロに異種返しとして2万年早いと言おうとして傷が痛んで妻に心配された。だから無理せんといてもろて。劇場版では沖縄出張に出向いてそこでなし崩し的に同行するんだが、情報屋から情報をもらうためのチップ要員みたいな扱いになってたな。終盤ではもう一度ゼロと一体化し最後まで戦い抜いたのぜ。その後土産うんぬんでドタバタしてたけど、あとケツもまれてたけど、ほう、30代男性セクハラに遭う。シャドウ星人ゼナと相崎もは、中盤二人に焦点を当てたエピソードも存在しており、しっかりと活躍してくれた。シャドウ星人クルト、もともとは地球を侵略するためにゼナが育てた訓練兵だったが、地球侵略の意思をなくしたゼナを見限り独自に行動していた。戦いの中でもあとゼナへの愚痴合戦で盛り上がりながらも自らの使命に準じ、その最後に二人は心を痛め、モアは精神的な成長を遂げたのぜ。ちなみにクルトを演じたのは鈴木ひろき氏、劇レンジャーでジャン役を演じたことでも有名ですね。放送当時は放送から10年経ってたし髪型も色も違うからわからなかったな。なおモア役の長谷川氏はジード終了後に芸能界を引退。さらに、なんとゼナ役の岩田氏と結婚されたぞ。マジで？その後お子さんも生まれて、仮面ライダーセイバーに親子揃って登場したこともあったぞ。登場したっていうならもう一人、イガグリルミナ、夫を支え続けた彼女だが実はある時からゼロのことを感づいており、それでも黙って見守り続けたのぜ。最終決戦後はゼロを夫と娘ともども見送った。彼女を演じた長谷部氏は仮面ライダーセイバーにおいて、ヒロインの須藤明の上司である編集長を演じており、岩田親子と同じエピソード内に登場してるのぜ。なお登場エピソードは光の剣士ユーリが本格参戦する回なので、
光の巨人とのつながり的な意味で登場したのかもしれない。続いてはレム、AI らしく機械的ながらも、どこか人間臭い部分も持ち合わせていた彼女。だが元をたどれば彼女のマスターは K、一度基地に侵入した K によりコントロールを奪われてしまったが、人間の姿となって陸たちと過ごし K も無事追い出すことに成功した。それからもお茶目な部分はしっかり出してたのぜ。ちなみに人間の姿を演じたのはレムの CV の三森鈴子さんご本人なのぜ。そして忘れてはいけないのが、福井で K、ウルトラマンベリアル、朝倉陸、ベリアルの息子である陸。だが彼がどのようにして生まれたのか、ベリアルが父親だとして母親は誰なのか。それはずっと疑問視されてきていた。なぜ天文台に捨てられていたのか、それはある時のこと、ベリアルの復活及びさらなる強化を求める K は彼らの分子を撒き散らし、それによって覚醒したリトルスターを回収、ウルトラカプセルの力で計画を達成しようとした。あれ、でもリトルスターはネガティブな感情で光を失ってしまうんじゃなかった？怪獣差し向けたんじゃライハみたいになっちゃうんじゃないの？ああ、だから K は一計を暗示ベリアルにある提案をしたのぜ。リトルスターが分離するには人々が希望を願う必要がある。ならばその希望になる存在をこちらで擁立すればよいのではないか。とな、その提案を受け入れたベリアルは自らの遺伝子系に与え、それを使って系はある存在を生み出したのぜ。まさかそれが、そう、朝倉陸。ウルトラマンジードだ、つまり母親は誰かという疑問についてはいないが正解、というよりも陸は正確に言うとベリアルの息子ではなく、クローンだ。その後誰かに育てさせるために天文台に赤子の陸を放置し、目論見通り引き取られ朝倉陸の名をもらった彼はたくましく成長した。その頃愛を見計らってスカルゴモラに変身し街を襲うと、秘密基地に置いていったライザーとカプセルで変身するよう誘導、その後も怪獣を差し向けてはリトルスターを回収するように仕向けた。そうつまり、陸及びジードの誕生から活躍は何から何までが、K とベリアルによるマッチポンプだったんだ。計画遂行のために作られたヒーローか。どことなくビルドを思い出すな。偶然か否か放送のタイミングも途中まで被ってますね。その事実を知った陸は愕然とし、今まで起動させたカプセルのうち、ゼロ以外のウルトラカプセルを K に奪われてしまう。K にとって陸は計画のために作り出した模造品に過ぎなかった。だが本人の意思はともかくとしてベリアルの寵愛を受ける彼を苦々しく思い、正体をあらわにした際には露骨に嫌悪した様子を見せているのぜ。男の嫉妬は醜いものよのう。だが正体がバレたりと失敗の多い K へのベリアルの態度は冷たく、挽回のために奪ったカプセル6本を体内に埋め込むと、ストルム機関の効果で強化を図る。その時陸は呆然自失の状態である人物と会っていたのぜ。その人物の名は、朝倉水、19年前に赤子の陸を見つけた張本人であり、陸の名付け親なのぜ。当時はある町の町長を務めていたが今ではその座を退き、余命いくばくもない余生を過ごしている。だがそんな折、彼に突如として千里眼のような超能力が発現した。そう、リトルスターが宿ったのぜ。その能力で陸が道に迷っていると知り、自宅へと招き入れる。そこには千里眼によって見通した陸の欲しがっていたゲーム機が置いてあり、二人で一緒にプレイして遊んだのぜ。そして思い悩む陸に当時のことを話す。本当ならば自分が養子として迎え入れたかったが、妻に先立たれて断念。代わりに自分と同じ名字と、自分の考えた名前を与えた。この大地にしっかり足をつけて立つ。どんな困難な状態にあっても、絶対に再びまた立ち上がる。陸、とな。自分の出自と存在理由を知り絶望。だが同時に自分の名の意味を知った陸、授かった名に恥じぬようにと、再び立ち上がった。そこに K の襲撃を受け、カプセル一本では変身できずに途方に暮れるが、陸に生きていてほしいと願った末からリトルスターが分離し、ウルトラの父のカプセルが起動、ゼロのカプセルとフュージョンライズし、希望を守る巨人、マグニフィセントが誕生した。それに立ちはだかる K はカプセル6本を取り込んだ影響で、言動がおかしくなっており半ば暴走状態。それでも陸の存在理由を否定しひざまずけと高圧的に攻めるものの、ベリアルに浸水し事故を持たない彼のありさまを陸はかわいそうな人だと一周、必殺のビッグバスタウェイで撃破したのだった。その後 K は行方をくらまし、陸は水産と交流を続けていたのぜ。ちなみに朝倉水を演じたのは寺田実さん、天空の城ラピュタの息子大佐の吹き替えや、仮面ライダーダブルの園崎雄兵衛、外務の呉島天城、ウルトラシリーズにもこれまで何度か出演されてます。なんなら初代マンにも出演してるよな。なお二人ゲームをするシーンは本来代役がプレイするはずだったんだが、思いのほか寺田氏の飲み込みが早かったのでそのままになったそうだ。余命いくばくもない以上この交流も長くは続かないでしょうけど、せめて残された時間は家族として過ごしてほしいわね。そんな水さんは、陸にある言葉を残した、近々父親と会うことになる。と、その言葉通り、ベリアルはやってきた、暗雲立ち込める中、ゼロと共に立ち向かうジードだったが、自分がやらなければという焦りからゼロと連携できずに追い詰められる、泥まみれになり圧倒され、さらにはキメラベロスになったベリアル、ねじ伏せられたジードは取り込まれてしまい、暴走しゼロと戦う羽目に、もうダメかと思われたその時、キングに導かれたライハの声が届く、ベリアルの呪縛を解き放つと、
人々の声援を受けて猛反撃。そして、陸に祈るように舞うライハからリトルスターが分離、キングのカプセルが起動し運命を変える巨人、ロイヤルメガマスターが誕生した。圧倒的な力でキメラベロスを追い詰め、ベリアルも負けじと精神攻撃を仕掛ける。どれだけ否定しようとベリアルの息子である事実からは逃れられないと。だがそんな運命を変えてみせると一蹴し、ロイヤルエンドで見事撃破した。だが、まだ終わってはいない、ベリアルの意志を継ぐ者がいたのぜ、ボロボロの状態で街を徘徊する系。そんな彼を追い詰める陸たちだったが、なんと彼は記憶を失っていた、カプセルを大量に取り込んだ後遺症かはわからないが、綺麗さっぱりとな、そんな彼を保護した女性、イシカリアリエ、K に興味を持つ素振りを見せる彼女、そしてある時、不意に K の記憶が戻った、以降ベリアルの意志を継いで全宇宙の支配を目論む K、怪獣を差し向けてジードのデータ収集、星雲層を乗っ取り力の回復など、着々と計画を進め、AIB が保有していた2つの怪獣カプセルを要求、取引によって無事手中に収めた後、用済みとなったアリエを殺害したのぜ。さらにその後沖縄で地震の強化をした後陸と再び激突、ロイヤルメガマスターを猛追詰める強さを発揮する。だが、諦めない陸の渾身のロイヤルエンドにより関係なく敗北したのぜ。そして、そんな彼に近づく影、それは地震が手にかけたワズのアリエだった。私の息子に勝てると思ったのか。彼女の言葉にハッとなる系、なぜベリアルなき後もライザーで怪獣に変身できたのか、考えればわかったことだった。そう、ベリアルは生きていた、イシカリアリエとして、正体を表したベリアルは K からストルム機関を抜き取りその場を去る。結局ベリアルにとって K は利用している存在でしかなかったのね。でも狂信者ってのは恐ろしいもんだぜ。なんせその状態でも K はベリアルへの浸水をやめなかったんだからな。 K から奪ったストルム機関と怪獣カプセルでベリアルはアトロシアスへと変貌、再び地球に降り立ち蹂躙を開始した。宇宙に散り散りとなったキングを吸収し自らの力に変換することで地震を強化するとともに宇宙の崩壊を引き起こさんとするベリアルに、ジード陣営も負けじと開発したカレラン分子分解構想を打ち込んで弱体化に成功。だが引き換えにゼロは戦線離脱を余儀なくされ、ウルトラの父が足止めを買って出た。ベリアルを倒す方法として異空間に放り込んで封印するという手を使う一行、クルトの形見である時空破壊神ゼガンと共に作戦を決行する。作戦通り異次元空間へと続く穴を開けることには成功したものの、ゼガンは一撃で破壊されてしまい、子はジードに託すこととなった。ところ変わってケイはもはや残り少ない自分の命でなんとかベリアルの役に立とうとするが、そこにライハが立ちふさがる。陸のために、今まで犠牲になった人々のために戦うライハの前に、敗北し消えゆく系。最後までベリアルを思い続ける彼に、十分ベリアルの役に立ったと手向けの言葉を送るライハ。こうして絶望と虚無に囚われた狂信者は、その人生に幕を下ろしたのぜ。そしてジードとベリアルの決戦。圧倒的な力で追い詰められるジードだが、諦めない彼の意志に応える様に、ジードマルチレイヤーが発動、4人のジードが出現し5対1でベリアルを追い詰める。最後は光線を同時発射するジードプルーフを食らわせて、ギガバトルナイザーを破壊するとともにベリアルを通常形態に戻したのだった。その後ベリアルと異次元空間内で激突したジードだったが、その最中、ベリアルの思いが流れ込んでくる。何度も何度も蘇り、深い絶望と恨みを抱いてきたベリアル、疲れたよね。もう終わりにしようとベリアルを優しく受け止めて、彼をレイブラッドの呪縛から解放するとともに、デスシウム光線とレッキングバーストがぶつかり合い、競り負け爆発する中、初めて自分の名を呼ぶベリアルに向けて、さよなら、父さんとこちらも初めてベリアルを父と呼び最後を見取った。無事帰還した陸、民衆が喜び沸き立つ中、宇宙の修復が完了し復活したキングにねぎらいの言葉をかけられ、ウルトラの父と二人で帰還する様子を見送ったのぜ。その後最初の印象からは見違えるほどすっかりジードは人々のヒーローとなっており、仲間たちと共に、ジーとしててもどうにもならないと歩み続けていったのぜ。そこから続く劇場版においては、地球を守れるのが自分一人しかいないと背負い込みすぎて焦りを見せていたが、仲間に支えられていることに気づいたことで新たな姿と共に立ち上がった。事件解決後には改めてこの地球を託され、リンク理解し返事を返したぞ。その後の作品でも先輩ウルトラマンとしての役割をしっかりこなしておるな。とはいえやはりウルトラマンとしては年齢があまりにも若いため、思い詰めることが多いようではあるが、その度に仲間、そして夢の中でベリアルに諭されるなどして立ち上がり続けておるぞ。ジード以降は誰かに説明するとき以外は基本的にベリアルを父さんと呼んでおり、彼の残した負の遺産の片付けに紛争している模様。ちなみにゼロとの関わりが深いせいで、ウルトラマン Z からはゼロの弟子で自分の兄弟子と思われてます。ジードは指定関係否定してるし、なんならゼロは Z を口では否定してるけどな。陸を演じたのは浜田達臣氏、達臣プロという愛称がつくほど名の知れたゲーマーで特撮オタク、子役時代を経て今に至るわけだが、幼少期からウルトラマンになることを夢見ており、その夢を叶える形になったのぜ。ちなみに推しはウルトラマンジャスケスで、ジャスケスが映像作品に出ようもんなら体調に異常をきたすほど興奮する。どんだけ好きなのよ。馬娘の推しはライスシャワーらしい、気が合いますねプロ。今度一緒にライスタンの魅力を語り合いながら晩酌しましょう。認知されてればいいけどな。なお浜田氏はベリアル銀河帝国にも出演してるのぜ。実はこの頃からベリアルと因縁があったという。そのことで劇場版ラストでは中の人ネタが披露されましたね。
しかしなんだ、長丁場になったな。もっとかいつままんで話せないもんかしらね。でもこれくらい語らないと満足できないし、禁断症状で動画のデータを削除しそうで。とんでもねえな、おい。そんなわけだから、次回はジードに登場した怪獣を解説してくぜ。そんなわけでその流れになった。